山岡亭怒りの聖書にてリージョンさんでやっていきます。さて仕様が変わったリージョンさんね、深手の時間が短縮されたり、刃なんか引っかかりました、刃の時間が短縮されたり、深手の仕様が変わったことによって PTB ではできた天中リージョンとか猛獣リージョンとかね、まあいうのもできなくなりで悲しみの声が聞こえる中でございますけれども、私この新リージョンでやりたかった構成がありましてですね、今日はそれで来ました。はい、これ一番先最初にねやりたかったのよ。さてさてさて、だからちょっとこれ切りつけたいんやけど、ちょっと間に合わんな。しゃあない。一応ねばらまきやすくだけはなってるはずなんよね。グレンド強な体感でもちょっとオッケーオッケー、早なってんの分かるように、うん、5.0 メートル毎秒から5.2メートル毎秒に早なってて、で今つけているアドオンの、持続時間の伸ばす効果も 0.1 秒だけ長くなったんですよ。 2.4 秒延長から 2.5 秒延長なんやその 0.1 秒って感じですけど、ほら強化してやったぞ感が、あれなんかこっち来たように見えてしまったけど全然来てない、あ来てないですね、はい、大変失礼しました。もういや普通に、おはい、でケルフリで、あ、じゃあ今の右から丸行きやったな。まあいやもうこの人俺ちょっと強引に行くわ、うん、倒す。いたない、オッケーオッケーオッケー、いたそっちか、はいはい、あーで、あーっていうかなんかで遅ない、俺もともと空振ってた今のあでもそこ倒さないんならいける、いや発電機1個で助かった、オッケー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 、切ってたら倒した瞬間にもう1個直んねんけど、どうかな、大丈夫そうで、そうリージョンのバッジね、これが強化はされているのでアドオンリージョンのバッジ、これで負傷ばらまいていったら2人目殴る、ばらまきの2人目殴りからは衰弱状態になるということでですね、バッジ系だけは強化されてるんですよね一応ね、うん、武器で一発殴って、さて助けに来る人をさすがにね、はい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 、抜かしていきますうん、やっぱ早いねちょっとね、爽快感は上がった気がする。で切りつけるよ、いや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 、リージョンですよ、オッケー、よしこれで2人衰弱状態で、まあこの人追いましょうか、オッケーオッケー、でこの状態で早めにこの人釣りたい、うーん倒してくる、オッケー、割るならこっちからやな、オッケー右ならいい、オッケー右に逃げてもあんまなんもないんちゃう、あ庭戸があんのか、なるほど、まやかし欲しくなるけどね、でも今日の構成はしゃあない、オッケーオッケー、いやオッケー、よしこれですることにより新パーク血の共鳴が発動します。今2人怪我してるので、あの人たちは、あ1人治った、くそ、とりあえず衰弱状態を与えたあの子は今出血効果、血がドバドバ出るようになり、かつ疲労状態なので、見つけたら終わりよ、うんね、なの でそれを血の共鳴で見つけていくという感じなんですけど、ちょっとこの人負傷を負わしたいな、オッケー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 、よし負わす、助けに行ってる、よし全員殴りたい、これバッコバコに殴りたい、オッケー右行ってる、うん、殴る、もう一人殴る、どこ行った、うん、あ、行った行った、オッケー、よし、オッケー殴る、よし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 、まだ血の共鳴効いてるので、この人ね、歯とか持ったとしても、持ってたとしても使えないからやけど、もうすぐ終わる血の共鳴、あ、まだ、やったー、オッケー、んで追いたいけど、あー血の共鳴終わっちゃったな、しゃあない、いるねー、うえ、オッケー、よし、どっちの人、こっちの人釣ろっか、あ、ほな、おぶせいないね、オッケー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 、いいじゃないですか、助かるわ、それは、オッケー、ワンワンつけてるからね、アイアンウィルつけていようが血で見える、めっちゃ見えるからね、ワンワン、なのでこの隠密系のマップ、板はね新マップ少なめなので、お、無理か、お、作った、じゃあそこ釣ろう、でよいしょ、殺人鬼の本能でバリバリ見つけて、うい、はい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 、もう一人気に行こう、で怪我を負わしたら
ワンワンでしっかり見つけられるという、そんな感じの構成になっております。で、観察虐待で心音範囲ちっちゃく近づいて、ヒガシルサバイバー、ヒロシルサバイバーを軽く狩るっていう感じでいきたいですね。オッケー、いいね。うんうん、どうしようかな。あっちにもおるけど、まあ、ちょっとこの人やっちゃうかね。誰が何釣りかなんかよく分からないようになってきたけど、この人って煮釣り痛い。よし、あでも血の共鳴は終わってるな。もうういしゃあない。なのでこの人はもう疲労が終わってるので、ラッシュケパックは気にしていかなきゃいけない。だけど見逃しはしない。よし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 、 いやいいよそこは。ういオッケー、なでは持ってるねみんなやっぱり。だけどまんあぶねえ板あるね。そんなに板多くないステージのはずなんやけど。さてちょっと板ちも持ってきたから、これも決めたいところですが、そこかな。遠いな、ちょっと。気が治らんといてくれ。衰弱効果もう取れちゃってる。うんとこどっこいしょ。よし、あ終わりか。あまあまあまあ、でもこの段階でやらせてもらっていいでしょう。あ治っちゃったな。まあでも逆に考えようね、あの直してくれてたから発電機は回ってないと。まあ実際ね破滅ないから。よいしょ、オッケー。ボッとしてたらすぐに回るからね発電機。なのでしっかり浮上ばらまいて、んで血の共鳴を怖がって回復してほしい。そしたら遅延になる、それがね。オッケー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 、やってんね。これは蹴っちゃおう、間に合えへん。オッケー、よし、オッケー。じゃあ追いましょう、この人を追いますよと。で血の共鳴を嫌って体直してくれへんかな。うい、オッケー、よしよしよし、いいね。よし、あーまあでもこれ観客でこっそり近づいてしりべったりをしっかり見て倒したいみたいな。お夫婦聞こえる。でまあエース倒すか。いいね、めっちゃ見える。チー直してんね。みっ、ちょよかった同じ方向はいかへんのか。そう、予測で振るもんじゃないな。あーまたこうやられる。グー、オッケー、よしよし、引っかかってた。この形のジャングルややこしいよね。俺もよく引っかかる、よくわからなくて。よし、これで血の共鳴発動。うわ直してんね。なんだかんだで治るの早い。ちょ体直しててくれへんかな傷つけんのは割と簡単やからリージョン。やっぱり負傷だけはねばらまきやすくはなったからね。さあ、いたねー。オッケー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 。どうしようかなー。いや、まあ、これは普通に切る人でも。血の共鳴、あ、すいません、今血の共鳴聞いてるやん。オッケーオッケー。疲労状態で、どうしようもないんじゃないの。オッケー。よし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 。いいぞー。そう、こういうことですよ。うん。これがしたかった。ね。で、歯持てたかどうか、この子分かれへんけど、ね。血の共鳴で、めちゃめちゃ見えやすくなってて、疲労状態で疲労パークも使えない、そこに観客でこっそり近づいて軽く切る。ほらもうやっぱ疲労を嫌って直していってるね。いいねいいねいいね。あー痛い天柱じゃん。天柱つけてないけど気持ち的には天柱じゃんいいねいいねいいね。あそこにエースおるってことは救助いけてない。ベンベン、いいぞ。んで、オッケー。今のはねちょっと強本したかったけどできひんかった。ま、死んじゃった。お、ここで2人がごちゃごちゃしてて助けに来れなさそうやから諦めちゃったかな。うん、でじゃあちょっとやっちゃいたいね。うっ、ふい、はい、じゃあこれで切りましょう。
で、捕まえたら釣りたいな。で、血の共鳴状態でエースを見つけたい。オッケー。この人はダスケパークないんかな、かスプバとかかな。オッケー。釣っちゃって遠いな。なんかフック少なない、このステージ真ん中の矢倉付近。ほい、さて、あー治っていく。クソ、疲労を嫌っていくな、残念。いやー、しっかり見てるな。やけど、まあまあまあ、それでね、発電機を直す暇はないやろうから。どうすかね、戻るか。とりあえずそろそろ来てんじゃない、体も直したことやし。来てないか。いない、いないバーやな。出てこいエース、ワイに切られろ、血の共鳴を感じようぜ。俺と痛い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 。で、血の共鳴特にね、クールタイムもないので、何回でも共鳴させてみせる。オッケー。また傷つけて、よし、この人を、よっ、そうかな。まあ傷つけて、バックオンバックオン聞こえたらモレルも行きましょう。ドン、聞こえた。オッケー、行こう。モレル追いましょう。キョ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 。この人にも、あー、ちょっと間に合えへんな。まあいいや。もう一回捉えたら、まあ見逃さないでしょ。まあ今出血状態じゃないから、血が落ちるのもポツンポツンやけよ。それでもまあまあね。で、ここに窓ね。はい、よっ。お、引っかかってくれた。ここちょっとなんか横長いから、なんか見にくかったかもしれんな。うん。まあ、強い窓ではあると思うんやけどね。長いってことは。そしたらもう一回血の共鳴や、ちょっと。これで、エースに、血の共鳴を与えて、よいしょ。これで終わりね。さあ、絶対見つけてやる。ハッチの位置とか、ハッチの位置はどこか分からへんけど、でも、俺には観察虐待でこっそり近づいて、血の共鳴でドバドバ出た血をワンワンで見つけるという、簡単な仕事になるはず。たとえ隠密されようとも。いないか。はい。めっちゃ見える。オッケー。はい、ダッシュもできない。もう何もできませんな。いや、楽しい。思ったより楽しかったわ。いや、っていうのも、なんやろな。まあ、これも結局、負傷をばらま、うまいことばらまけなきゃ、成立しないんですけど、まあ、前よりは、ちょっとスピードも、持続時間も若干だけ上がって、若干はばらまきやすくなってるので、で、そこに対して、このね、これで見つけてワンパンしていくと。何より楽しいのが、疲労状態のサバイバーをね、見つけた時に、もう何もできないでしょ感がすげえ楽しい。この地蔵って、ちょっと、足元切ってみ。あ、ダメか。なんか、冗談でも切りつけるの怖かったから、足元切ってみてんけど、当たらなかったですね。まあでも当たらなくてよかったかもある。はい。というわけで、おー、前夜硬いじゃん。よかったよかった。というわけで、こんな構成いかがでしょうか。俺は結構楽しかったです。むちゃくちゃ強いというわけではないと思うんですけど、うん、やっぱ板多いところやったら普通にしんどいと思いますし。だけど、負傷状態の、疲労状態の、ね、チードバドバ、目見えまくりのサバイバーを見つけたとき、とても嬉しいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などお願いします。バイバーイ。今日のラッキーパークは血の共鳴、血の追跡者、血の番人、血の共鳴と血の血のシリーズのパークが増えてきたので、次のパークは血の献血、キラーと血液型が違うと死ぬとか、どうですかね。